まずはついに出ました今季初ゴール、ちょっと振り返ってください。まあ振り返ってちょっとチームでやろうとしてたコーナーキックの形とは違ったんですけど、ちょっとレフリーに、まあ、ブロックこれ大丈夫かな、ブロックでちょっと注意されたのもあって、ニアのスペースに走っててみようと思ったら、ユウヘイがすごくその場所に合わせてくれたんで、まあ、どんな形であれ1点は1点なんで、あ、少し気が楽になったというか、まあ、4連勝につながるゴールになったのですごく嬉しいです。合わせる瞬間ちょっと角度難しかったんじゃないかなと思いますけど、あれはもう感覚ですか？そうですね、まあ、ヘディングが得意なわけではないしあれですけど感覚ですね、はい。もうなかなかね、序盤はちょっと難しいというか、自分たちの思うようにうまくいかない時間もあったと思いますけれども、その中であのゴールからこうガラッとテンポが変わったというか、流れ変えられたんじゃないかなと。最初がちょっとオープンなゲームになってしまって、ただ最近ああいうところで耐えれてるからこそこう連勝できてるっていう部分もあるんで、絶対90分自分たちのゲームっていうのはなかなかないんで、そういう悪い時間帯に耐えて、チャンスが来た時に決めることで、やっぱ前半の最後の方なんかはすごくゆっくりボールを動かしながら相手にボールを持たせないで前半を終えれたし、後半もなんすごくチャンスを作った中で追加点が決めれたんで、まあ、悪い時間に耐えれてるっていうのは今のチームのいい状態なのかなと思います。これで4連勝です。でアウェーの3連戦もまあ連勝で終えました。すごくいい流れでこうホームに帰れるなと思うんですが、まあ、ベルディに来て個人的には4連勝っていうのは初めてですし、ただまだ上はいるんで、一つも満足することなくまた週明けの練習からやっていければいいのかなと思います。もう久々にこうアジスタに戻るっていうのも次ちょっと心強いですか？そうですね、やっぱり、まあ、アウェーでしっかり結果を出せたので、ホームで見てくれてるサポーターの皆さんがいる中で勝つっていうことがやっぱり一番の喜びなんで、5連勝ぜひ行きたいと思います。見てもらえるかどうかあれなんですけど、せっかくの父の日なんで娘さんたち手紙くれたと思うんで、最後に娘さんたちのメッセージ娘ちゃんたちのメッセージ特にないよ。まだ分かって、いや分かんないんだよね、まだまだ分かんないゴールとか分かんないし、スタジアム来ても見てないんで、そうお菓子食べに来てる。でもじゃあでも帰ったら少しは祝ってもらえますかね。いや多分分かんないですよまだなんで別に特に